道で黄色い三脚で測量みたいのしてるやつの前通りすがるときちょっと緊張するね。おはよう、今日は子犬の名前決まったお話。はい、というわけで、こちらのジョンの子供です。クリームのメス女の子でございますが、ついに名前が決まりました。先日サブチャンネルの方でですね、視聴者さんたちとですね一緒に、お名前会議ということでライブ配信しながらね、みんなでこんなんがいいかなとかやんや言いながら、決まったんですが、名前はですね、ネテロという名前になりました。ただですね皆さんネテロと呼ばないでください。ネテロと書いて、会長とお呼びくださいませ、はいねね、本名はネテロだけども会長会長と皆さんに呼んでいただければ幸いです。ちなみにね、名前の由来は、ハンターハンターというね漫画があるんですが、それに出てくる、ネテロ会長というね、キャラクターがいるんですが、そのキャラクターから取りました。で、まあ、個性があって、まあ、正義感も強くて、まあ、みんなの理想のリーダーといった感じのキャラクターなんでございますが、私個人的にずっとねネテロが好きで、髪型がですね私の髪型実はネテロを模しております憧れなんですね。なんでただ僕はねネテロ会長のような偉大な人間には多分なれませんので、私のこの気持ちをですね、うちのネテロに、ね、うちの会長に、託そうかなといったところでございまして、ね、皆さんたくさんお名前呼んであげてください。ライブ配信やねプレミア配信のチャットで、よろしくお願いいたします。でね、ちょっと血統書取るときに少しだけ問題が発生しまして、ちょっとそのお話もね今日はさせていただこうと、はい、思うんでございます。いやーというわけで、グリードとグラトニーでございます。はい、お散歩しておりますが、これ最近毎日連れてかれるんですよ。行かないとわがまま言われて家の中入んなくなっちゃって、毎日夕方にね僕お散歩に行っておりますで、血統書の話なんですけども、そう名前がね、会長に決まりましたので、早速その名前で血統書を取ろうと思って、申請したわけでございますが、ちなみにうちの子犬、うちから育った子犬に関しましては、なるべくその子の名前で血統書を取るようにしています。これまあペットショップの子とか他のブリーダーさんだとこういうことは多分ほとんどないと思うんですけども、まあ、うちの子犬に関してはまあちょこっとねプラス料金ぐらいでできるんで、そういう風にしてます。まあ、なんとなくねせっかくの血統書だからね、本当に特に深い意味はないんですけども、まあ、なんとなく嬉しいかなと、飼い主さんがね嬉しいかなと思ってその子の名前で取るようにしてます。で間に合わない時があるんですよ。結構後にね飼い主さん決まった時とかは血統書の申請が間に合わないので、そういう時は血統書の名前ってランダムになるんですね。そうそう、協会側が勝手に名前つけて勝手に送ってくれるんですよ。で、まあ、早めに飼い主さん決まった子に関しては、まあ、最近はなるべくその子の名前で血統書を取るようにしているんですが、でね血統書をこのネテロ過去会長の、血統書を申請するときに、まあ、名前を書く欄があるんですね。その名前の欄に、ネテロって書いたんですよ。でネテロって書いて、でその名前の読み方を書く欄があるんですね。要は振り仮名ですね。で振り仮名の欄に会長って書いたんですよ。要はネテロと書いて、会長と読めよとで書きながら、これありなのかなってね、そう振り仮名全然違うけど読み方ありなのかなってバイトさんたちと話してて、まあいいんじゃねって言って、まあとりあえず一回これで出してみようよって言って出したら却下されましたあっさり却下でございます。まあわざわざ協会の方から電話がかかってきてですねしげたさん、これネテロって書いてある子なんですけど読み方が会長って書いてあるんですけど、これはどういうことですかって聞かれたんであ、文字通りです、ネテロと書いて会長と読んでくださいってはっきり言ったら、一応振り仮名なんでって言われまして、却下でございました。まあなんで、一応お名前ということで、ネテロで、血統書は取りましたが、皆さんはね、会長とお呼びください、なかなか厳しいですねね、なんかいいじゃんね、そんぐらいね通してくれようと思ったんですけども、意外と厳しいんだなと思ってね。でまあこの会長もね、1年後には立派な大人になって、出産するわけでございますよ。そんなね様子とか、成長のね姿も皆さんにね見ていただきたいなっていうふうに思う次第でございます。パワー！
い、というわけで、こちらのカート君でございますが、そろそろ1歳になります。ちょうど1年前、6月の末ぐらいに、グリードをね、グリードから生まれました。で、大人になりましたよ。もうそろそろ成犬でございます。なので、次のヒートが来たら、交配して妊娠出産という流れになりますが、まあ、こうしてね、会長も同じように犬舎で成長していくわけでございます。そう思うとね、あっという間、本当に1年って早いなって思いますけども、で、こちらの子犬、まだまだ販売中でございます。飼い主さん募集中です。なんかくちゃくちゃ食べてますけど大根かなんか食べてますね、これね。はい、まだ販売中でございます。こちら、タイガーブリンドルのメス、ジョンの子ですね。飼い主さん募集中なので、ぜひぜひフレンチブルドッグの子犬お迎え悩んでるなって思ってくださる方は、下の概要欄にホームページ載ってます。そちらからお電話いただければいつでも見学可能です。昼でも夜でも平日でも土日でも大丈夫ですね。お値段や、こんな環境ですが飼育できますかねとかね、そういう不安なこととかもあれば合わせてお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。で、またこうしてね、まあ、新メンバーじゃないですけども、まあ、新しい家族が一人増えまして、この子がまた大人になったらね、出産してくれて、命がけですね、出産してくれて、で、その子犬たちが一般のご家庭に、届き、幸せを運んでくれると、そういったことにね、私も日々喜びを感じております。今ラストがね、妊娠中でお腹がパンパンで、そう苦しそうな中ね、今暮らしておりますけども、まあ、サブチャンの方では多分ね、もう生まれてると思うんで、サブチャンネルの方も覗いてみてほしいんですけども、まあ、こうしてね、苦しい思いをしてね、命がけで産んでくれます。で、この子たちはね、そう、そんなね、お金のために出産してるんじゃないですからね。そう、一般のご家庭にフレンチブルドッグをお届けして幸せを届けるために出産してくれてるわけです。なので、まあ、フレンチブルドッグっていう種をね、絶やさないためにもこうしたブリーダーの仕事がね、あるわけでございます。そのプロの現場で立派に働く母犬として繁殖犬としてね、会長もうちでまた4年5年6年ぐらいね、一緒に過ごすことになるわけでございますが、そんな日々のね、そんな日常とか、まあ楽しいことばかりじゃないですよ。本当に喜怒哀楽のすべてをね、こうして動画配信を通じて皆様と共有できたらいいなって思っております。まあその中でね、ブリーダーってこういう仕事なんだなとかね、フレンチブルドッグって可愛いんだなとかね、そういうことをね、感じ、少しでもね、感じてもらえたらいいなと思ってます。そして、まあ、ペットショップで買った方でもね、そう、保護犬を迎えた方でも全部一緒だけども、まあ、フレンチブルドッグっていう犬種は、まあ、自然交配して勝手に生まれてくる犬種ではございません。必ずね、ドッグブリーダーが、人工交配をして生まれてきておりますので、こういうね、映像を見ることによって、まあ、現実から目を背けずにね、あ、こういう風に生まれてきたんだな、うちの子っていう風にね、自分ちの我が子を、噛みましたけども、いいところで、いやー、はい、というわけで、会長、皆さん仲良くしてくださいね。たくさん名前呼んであげてくださいね。たくさんの人に愛されて、たくさんの人に笑ってもらってね、笑ってもらうのはどうかと思うけどもね。そうそう、たくさんの人に、視聴者さんにね、愛されるようなね、犬になってくれたらいいなと思ってます。そうそう、なんかね、あんまりやっぱさすがジョンの子だけあってね、あんまり知性は感じないですねあんまり頭いいなこの犬っていうね、あの感じはしないんで、ちょっとね、一抹の不満は拭えませんが、まあ今映ってるね、カートみたいに立派になったでしょ。カートも大きくなったよ。すごい筋肉バッキバキだしさ、そう、かっこいいフレンチになりました、カートも。まあ、またサブチャンの方でね、会長と一緒に、晩酌でもしながらね、皆さんとお話ししてるライブ配信とかも、やってるかなと思うんで、ぜひぜひね、あの会長とお話ししてみたいなっていう方は、サブチャン遊びに行ってみてくださいよ。そう、あっという間ですからね、成長はね、本当、まあこれからね、そう、やっぱもう全員が全員ね、健康でね、過ごせるなんていうことは稀ですから、まあなんか大きい病気が見つかったりとかね、するかもしんないし、まあそれとも健康でね、一生を終えてくれるかもしれないし、もしかしたらあの妊娠出産できない体かもしれないしね。そう、何が起こるか、やっぱり生き物なんで分かんないんですけども、まあとりあえずはね、一人の家族として、犬舎ですくすく育ってほしいなと思っております。で、もう一頭お残し検討してる子はですね、まだ検討中なので名前決めていません。その子のお名前会議とかもね、またサブでやろうかなと思ってますんで、ぜひぜひ、ではではこの辺で、そして今日のワンコ、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日のワンコはグラトニー。犬舎一の人気者でマスコットキャラクターだよ。チャンネル登録と高評価ボタン忘れずに押してから帰ってね。それでは明日も皆さんにとっていい日でありますように。
じゃあねー。